城内には亀。アーニカさん。あら、大じゃない。ずいぶん焦って。いいえ、結構です。バルデマール、どうせ大したよ。大丈夫では。これ、泥を塗ったからな。さあ、遊びません。そんなに条件。だったら少しくらい前から気になって。いや、あなたはそうね、一回の学者でしょ。試してみな。いいもの見。本当ですか。あなたの。承知します、英雄フリードリー。あら、エリス、あなたに。あ、全員揃ったようだな。今回はどんな戦場で暴れさせ。ちょ、あなた。よい、いつものことだ。二人ともプライム聖杯ね。今はアデルが。なるほど。お前たちは騎士団の中。ありがとうございます。では準備を整えたら。かわかりました。今回も退屈な任務になる。楽しませてちょうだい。おしまい。Thank you.
そもそも生物と恋の話なんか。ねえあなた、あんまりいいよ。みんなあなたをそれは端的に言う。ケンキ、私とあなふん、構わないわよ。何よ、大層な自信ね。という気ってな、何でもない。さあ遊びましょう。Yeah!
そろそろグロス農場に到着しますね。残念ながら、はあ、どうやら魔物の群れ。あれは賢者だって暴れた日が。ちょっと早く助け。この数を愛あら。さあ遊びましょう。Yeah!
怪我がなくてよかったです。いえ何も。あらさすがは森の賢者。いや待ってください、様子がおか洗脳されているよ。じゃあ私に。私は一体。あら本当に開示するなんて。も私が聖杯後私を操ったのはトルメンというとエルファ考えるのはあるよ。いっそ人事のなんだ。